東京都新宿区の路上で24日夜に倒れて心肺停止状態で病院に救急搬送され、26日に局地性心不全のため亡くなったお笑いタレントの前田健さんは来月、持病の不整脈の手術を受ける予定だったという、同僚の芸人で親友の花輪が27日放送の日本テレビ、スッキリ、で明かした、前健さんは不整脈を持っていて、激しく動くと症状が出てしまうので、話をしたり、休憩を入れながら、気をつけてはいました。不整脈の手術は来月あたりにする予定だったんです。しようと思っていると聞いていたので、絶対にした方がいいと伝えていました。もうちょっと早ければなと思いました。と後悔の念をあらわにした。前田さんには不整脈の持病があり、周囲には、心臓が悪い、と説明。先月にはツイッターで不摂生な生活を送っていることを明かしていた。